くにこキッチンへようこそ。今回は鮭と茄子の南蛮漬けをご紹介します。甘酸っぱい香りが食欲をそそりますよ。材料です。生鮭が2切れ、松山長茄子1本とピーマン1個、玉ねぎ人参はそれぞれ 50g、 お水 100ml、 塩コショウ少々、片栗粉大さじ1、砂糖大さじ1、醤油、酒、みりんそれぞれ大さじ2、お酢が大さじ1です。骨を取った鮭を4等分に切って、ポリ袋に入れ、塩コショウ、片栗粉をよくまぶしておきます。野菜は千切りにして、レンジ600ワットでレンチンしておきましょう。醤油、みりん、お酒、お水、砂糖を加えて沸騰させ、600ワットで3分加熱した野菜を沸騰させた煮汁に加えます。そしてお酢を加えてよく混ぜておきます。ベジブロスが出て旨味が出てきますよ。茄子は食べやすい大きさに切って、粗めに3ミリ幅の切れ込みを入れておきます。皮目を焼いたらひっくり返して、反対側も焼いてバットに重ねて入れておきます。茄子は皮目から焼いていきましょう。表面こんがり焼けたらバットに入れて、下から野菜を取り出して、鮭が一番下に来るようにして20分程度漬け込んでおきます。蓋をして冷蔵庫で冷やして、翌日食べても美味しいんですよ。鮭と茄子の南蛮漬け完成です。野菜もたっぷり取れて夏の一品におすすめです。ぜひお試しくださいね。くにこキッチンでした。